西安市から出土した信代の石弓石弓は、東、アジア、特に中国において古代から近世にかけて使われた、クロス棒と同類の射撃用の武器の一種。石弓は横倒しにした弓に弦を張り、木製の台座の上に矢を置き引き金を引くことによって、矢や石などが発射される。この引き金の機構全体を木と言い、初期は剥き出しのまま肘に埋め込まれていたが、 後には核に収納され、それが肘に埋め込まれるようになった。矢を発射するために弦を張る方法は何種類かあり、戦国時代末期以降は主に巻き上げハンドルやテコの原理を用いて弦を引く方法が使われ、他に足を使って背筋力で引っ張る方法、腰を使って引っ張り上げる方法などがあった。強力な石弓ほど強い張力を必要とするため、 弦を張るのに手間と労力がかかり、速射性が損なわれるという宿命があった。石弓の強さは、翼の反発力を測ることで求められ、測りによって計測された。五感の時代では反発力160から1 8 0ラムぐらいの石弓が一般的であったと言われている。弓に比べて初速が100秒速300メートルと速く、矢も重く太いため、飛距離、 貫通力に優れ、照準を合わせやすく、命中精度にも勝る。ただし、射出後空気中での安定性が悪いためか、有効射程は、高張り旅の合成弓のそれと大差のないものもある。また、前述のように1 5 0ラム程度の高張力を必要とするため、連射性能は弓に比べて劣っている。13世紀から14世紀ロングボウを装備したイングランド軍に、 フランスの土兵が圧倒されたり、日本のように小規模な構想が多かった社会では、紛争が多くても石弓が帰り見られなかった世界も存在する。威力がいての腕力に依存し、命中精度を上げるのにも長期間の訓練が必要となる弓に比べ、誰が用いても威力が変わらず短時間の訓練で一定の命中精度が得られる石弓は、 不評を短時間で急兵に変えることができるなど、戦力増強に有効な武器であった。また、農兵等の戦闘技術を持たない人材を大量に動員する必要があった社会では、重宝された。騎乗して使うことも可能であるが、揺れる馬上では、装填により時間がかかることや、そもそも、綱を離した状態で馬を操れるものが少ないため、石弓を使う、弓騎兵は、 世界的に見ても少なく、馬で素早く移動し、下馬して発射するなど、限定的な運用であった。また、馬を操ることができれば、機動力を活かして、奇襲、退却ができるため、飛距離のアドバンテージも少ない。通常の弓よりは飛距離は、優れているものの、構造上短くて、矢羽根の少ない矢を使用せざるを得ないので、敵軍が石弓を持っていない場合、自軍が放った矢を、 敵軍は再利用できないという利点もあった。中国における最初の文献的証拠は真心である。紀元前5世紀に始まる中国の戦国時代には、聖の孫貧が戦闘で土兵を運用している記述があり、すでにこの頃には主力の飛び道具として使われていた。戦国時代頃の石弓は発射装置を構成する部品である。 青動性の成功な石弓器が遺跡から発掘されており、直後の統一神の時代ではあるが、思考定量の平和要項からは、保存状態の良いものがいくつも出土した。慶応4年に作られた十国旗の命を持つ、同性石弓器が発見されているが、引く力が 260kg にも相当する。死弓や皇帝、またはそのことが発明したという伝説が存在するものの、 発明時期、発明者などは不明である。中世の中国においても主力武器の一つとして使われており、当の軍隊では約2割が石弓を装備していた。土兵の一斉射撃により、騎兵の突撃力を弱め制圧することが可能であり、北方の騎馬民族の侵入に悩まされ、不評が中心の中国にとっては不可欠な武器であった。中国において石弓は、 政府管理の武器として厳格に管理されており許可なき保有は罰せられた。その製造、整備は政府直轄の工房で行われており、その製造には高度な技術が必要だったと思われる。つまり、石弓とは中央政府の強固な石によって作られ、維持される高度な技術製品だったのである。北曹の時代に入ると、騎兵の主流は重装騎兵になったため、 石弓もその厚い装甲を貫通するための貫通力を求められ、より強力な殺傷力を持つ石弓が生み出されていった。火器や火砲の出現によって姿を消し、秋夜になると旧兵が残存したのに対して、石弓は長銃に置き換えられていった。次の寝台に入ると前身である合金軍が石弓を主力兵器として用いていたため、再び主要装備として配備されるようになり、 神代には流れ作業による製造過程があったとされる。ツングース系民族は小型の石弓を利用した罠を狩猟に使っており、アイヌではマっぽと呼んでいる。尾の遥か、前剣古日より日本で知られる最も古い石弓としては、弥生時代に作られた小型の石弓の木製の重心に相当する肘の部分が島根県の姫原西遺跡から出土している。 律令軍政においては、石弓を扱う石弓では、軍団の中から競争の者2名が選抜され、当てがわれていた。上岸8年には、非全国の一部軍事らが、日本の国家機密である、律令正式の作り石弓法を、白木の一部軍事勢力に漏らして合同し、津島を奪取するという企てが、事前に発覚して阻止されたことが記録されている。 上岸12年2月15日、朝廷は上岸の入港に対抗するため、石弓氏や崎森の戦士50人を津島に配備したが、在地から挑発した兵が役に立たないと判断し不襲も配備するなど、有効性については、記者に優れた絵ゾよりも劣ると判断された記録もある。元行5年の秋田城における不襲の判乱の際、敗退した政府軍が失った兵器の中に、 大量の石弓が含まれていたとする記録もある。公平5年の前9年の役において、安倍氏側がクリア側作の防衛に石弓を用いており、これも本来は、朝廷側の上作に設営されていた、律令正式の石弓を安倍氏側が摂収したものを用いていた可能性がある。アイヌは、東北地方にも痕跡を残しているが、甘っぽとの関連は不明である。 10世紀頃に兵から武士が誕生し、争いごと自体が領主としての武士とその労働、下人らで組織される、多くても数十人単位の小集団同士の武力衝突が多くなったこと、その争いでは、支給数よりは誰の支給かが重要になったこと、地方軍勢も、その小集団を束ね自らが軍装を持参する、新たな国家軍勢が成立したことなどにより、兵器として管理。 整備が難しく国し、軍事による中央統制的兵器管理が必要な石弓は、全体として軍備から外され消滅に向かった。代わりに、管理のしやすい軽便な傾向、急戦が主流となる。武士に期待された任務としての軍事行為は、初期には、主として少人数のゲリラ的な襲撃戦を主体とした、たと不明層の反受領闘争の鎮圧であり、 また11世紀以降になると、荘園綱領の管理者として、荘園綱領間の武装構想の自力救済が期待された。長久を用いた記者を主体とする武士にとって、石弓は不向きであったし、本来、1000人規模以上の大軍団の不評による迎撃戦に適した石弓は、数十から多くて100人程度の規模でしかない、武士隊たと不妙僧、あるいは、 支配地に隣接する荘園や、高領の他の武士との交渉における、木脇動線には不向きであり、また汽車を、キューバの道として、尊び武芸として、極めようとした武士の思想に向かないものであった。古代律令制が、日本で形外化した後、不評主体とする兵士の大集団が、日本の戦場に再登場したのは、戦国時代以降であるが、この頃には、日本の長久は、 複合素材を用いた乗車艇のものに発達しており、石弓が顧みられることはなかった。時代が下ると西洋からクロスボウが伝来するが、ひなわ銃の伝来と同時期であり、威力ではひなわ銃に、速射性では和弓に、コストパフォーマンスではインチに劣るクロスボウは中途半端な存在として普及しなかった。 また、工場船などに使われた大型の石弓は、障子石弓、または床石弓と呼ばれ、カタパルトと共に使われた。台座や車両を必要としその運用にも、複数の人数を必要とした。この障子石弓は、戦国時代から使われ始め、南宋の時代に最も使われていた。しかし元の時代に入ると火薬を利用した大砲などが導入され、 戦場から姿を消した。また、古代ローマでは、バリスタと呼ばれる、同じく土台とハンドルのついた、固定式の大型の石弓が普及していたが、ローマの崩壊期から中世にかけて、姿を消した。レイン石弓石弓の長所は、その飛距離と貫通力であるが、弱点は、連射が効かないという点である。その弱点を克服するために、いくつかの方法が取られた。一つは、 石弓自体を改良すること、もう一つは、兵の運用方法でカバーすることである。矢を自動の無限装填機構によって連射できるように、あるいは一度に複数の矢を発射できるように改良した石弓のことを、村地石弓と呼ぶ。連石弓は、戦国時代にはすでに存在しており、18本の矢を装填し、日本同時に発射可能なものが、素人の墓地から発掘されている。 関大でも改良は続けられ、三国志中には諸葛亮がそれを改良して元恵比寿を作ったとする記述がある。秋夜には装填機構によって十発の矢を連射できる諸葛石弓と言われるものが存在した。命名は諸葛亮にちなんだものであると思われるが元恵比寿とは全く別の武器である。また同時に複数の矢を放てる多発式の村人石弓も開発された。 しかしながら構造が複雑になることで壊れやすく摩擦を減らしスムーズに矢を発射するために矢羽根が取り除かれたので命中精度が低かった。さらに連射性能と引き換えに威力と射程距離が犠牲になってしまったため石弓の置き換えにはならなかった。日本では久米の通券が装填式の石弓を開発しており今も久米流法術の中で伝えられている。 これは盗賊に対して発明されたものとされ、矢には鳥かぶとも塗られていた。そのため、この形式の石弓が日本の戦場で活躍することはなかったとみられる。ありがとうございます。